同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。ナオトラいるわね。お風呂に行くわよ。支度なさい。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、そう、あなたはやればできる子なの。長場さん、男衆を当てにした私が愚かで間抜けだった。戦う前から諦めない。信濃なでしこの花言葉は可憐。乙女は強く美しく。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。河原なでしこの花言葉は定説。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと松代まで後悔し続けろ。鉄さん、うちの女衆相手によくやってるよな。ナオトラ様はご無事か。あ、よし、なら勝てる勝てる。乙女は倒れても倒れても起き上がる。何度でも。わーわーと書いて美しいと読む。ねえ、知ってた？一位、あなたが浅井を支えているの。長政の正義なんて木図も同然ね。そんな、長政様は、その、でも男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。お任せを。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。それは私たちへの挑戦だな。いい度胸だ。たったなでしこの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。乱世の男がこれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。喜んで。男衆だって私の戦いを見ればいつかは。最近俺、あのお方に叱られたくて戦に出てる。そんな自分に気づいちゃったんだね。やはりマリア様にとって長政様は特別なのだろうな。わらわの笑顔が見たいの？それとも冷たい方で？はん、せいぜい調子に乗って油断しろ。あいつ、私に強さを見せつけているのか。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。僕の男どもに好き勝手させるな。はっ。わらわを楽しませなさい。コテンパンにやられるのには俺たちができるんだよね。この美人さんは敵なのか？え？本当に？どうなろうと女衆が諦めるまで付き合うぜ。よくね。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。俺は無敵。わらわにふさわしいものは
なさそうね。残念。あ、大丈夫か貴様。乙女の八幡に何という無体を。マリア様、望みのものは見つかり申したか。なでしこ隊がやられた。なら俺たちでかなうわけがねえ。実は俺、猫にはあなたはわらわに求められなかった。それだけ。俺たちが無理させたから女衆が。強きとはこういうものか。いざとなれば私一人で決着をつけてやる。これ以上私の乙女たちを傷つけるならこの国が主ナオトラが相手だ。力ずくで踏み込むとはハレンチな。ナオトラ様、いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。が、頑張ります。これくらいなんだ。ナオトラ様のしごきに比べたら。どうせなら姉様のように生まれたかった。こら、勝手に下がるな。前へ出ろ男衆。すみません。わらわとのひととき、一生の思い出になったわね。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。いつも俺たちを鍛えてくれる。感謝しなきゃならねえよ。乙女の怒りだ。女地頭なんていかつい呼び名は気の毒ね。姫とでも呼んであげようかしら。バカにして。えい、マリアの相手は調子が狂う。さっさと下がれ。代わりにお前のうるさい弟を出せ。布の防御に力はいらないのね。私が倒れたらあの子たちはどうなる。さあ、わらわを引き立てて。忍者以上、ここに決断。まあ、また会うこともあるかもね。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめた。だって、あなたじゃ満足できないもの。車って快適ね。それに可愛いわ。頑張って猫さんたち。
一致も応援してるから。私としては気の毒すぎて見ていられんのだが。あら、わらわを弾けるのだから幸せに決まっているわ。そうね、せっかくだし猫をもっと用意させましょう。何？そうね、病類哀れみの霊とでも名付けようかしら。確かに哀れみを覚えるが、いやいや、何かが違う気がするぞ姉上。なら長政さん、あなたが代わりになってもいいのよ。長政いつでも人力車の霊っていうのはどう？一門、長政様の人力車応援するわ。許せ猫たちよ、私はまだ小でいたいのだ。おかしな鹿と少年がおりまする。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやさん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。織田軍先兵隊が静ヶ岳へと向かっておりまする。マリア様、お尋ね者なら何か珍しいものを持っているのでは。